イフットボールというゲームをやってください。やってくれたら、ギルスさんの顧問でお願いをさせていただきます。それってアバールの拡張ですよね。なんだろう、今それを聞いて興奮してる自分に驚いたんだよね。はい、というわけで観光客とマッチしたので地元を案内してもらおうと思います。いや、それタップルやないかい。なんだろう、デンベレとグリーズマン入れるのやめてもらっていいですか。で、これゼロトットなんですけど、ゼロトットはウイングで相手を抜ける人でないと難しいんですよね。で、僕ってデンベレとグリーズマン扱うと炎上しちゃうんですよね。そういうデータあるんですよね。ダメだこれ。相手さんは左からも奪って、クリロナ一つ飛ばしてひでおやじさんですね。体勢よろしくお願いします。まずグリーズマンにボールを渡してダブルタッチ気持ち良すぎだろ。満足グリーズ満足。マンコ。なんだろう。早く起き上がってもらっていいですか。すぐ感情的になる人って、基本的に頭悪いんですよね。そういうデータあるんですよね。何やってんだよ、お前ぶっ飛ばすぞ、こら。ということで TK もらったんですけど、これ総務省が出してるデータで、真ん中に蹴る人は年収が高いっていうデータがあったんで、真ん中蹴りたいと思います。草、デンベレでドリブルしていきたいと思います。やば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 。これってデンベレの干渉ですよね。ああ、行く。というわけで前半終わったんですけど、なんだろう。中盤のパスワークの強度が足りないですよね。しかし、こんな時によ、デンベレとグリーズマンへの迂回経路を作れる、わけわかってる選手は、異例の会を。なあ、ヒロユキ、俺たちを入れてもらうことできるか。その声はまさか、西村三重心というわけで、二列目は西村春樹、西村拓馬一つ飛ばして、ホリエモンさんに行きたいと思います。なんだろう、これは特にデータとかないんですけど、幼児が西村の人って基本的に優秀なんですよね。あ、行く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 。薄まん中に出して、薄のまん気持ち良すぎだろう。というわけで守備していくんですけど、あ、こういうところ、ダイレクトで無理やり出す人は頭が悪いんですよね。が抜けてますけど、絶対入りません。しね、後半からホーランド使う人って、決まって顔が気持ち悪いんですよね。東京大学の研究でも証明されてて、ホーランド使う人の8割が生活保護を受けてるどうしようもない人なんですよね。クロスレーするのやめてもらっていいですか。西村春雪でドリブルしたいんですけど、もう体力ないんですよね。緩急で敵抜ける人って、基本的に正常にもうまいんですよ。で、オイラで草。さあ、グリーズマン。グリーズマンって、最低ですよね。日本人として、本当に腹が立ちます。絶対に許しません。検証結果、ウエストポーチ最強。以上。